今日はアンパンマンの木のおもちゃで一緒に遊ぼうね。アンパンマンの顔が時計になってるよ。この長い針が一周すると、この短い針がここからここに一つ動くんだよね。そしてまた一周すると、これで四時になったよ。そしてまた一周すると五時。これが一時間ずつ動いて六時。こんな感じで時間を勉強することができるんだよ。そしてこの下のところについてくるのは、押すと音が出るんだよね。お日様と月と昼と夜の絵がついているおもちゃだよ。そしてこっちに動かすとね、アンパンマンがジグザグに登っていって、虹にかかったよ。そしてジグザグにまた降りてくる。こんな遊びや、こっちの方には、こういう丸の玉がついていて、雲の上を飛ばして遊んだりできるんだよ。で、さらに、こっちの面には、バイキンマン。バイキンマン、面白い顔してるね。ここのところが、動くんだよ。こんな感じで、目を、バイキンマンから取っちゃった。鼻も、取れるし、手も、取れちゃうんだよ。こんな感じで、バイキンマン、なんもなくなっちゃった。かわいそうだから、ちゃんと元に戻してあげようね。これは、どこだったかな？鼻？鼻は、これだったよね。じゃあ、まず目のところに置いて、目のところに置いたらできなかった。やっぱりちゃんと順番に、ここに置いてあげようね。そして、鼻。あとは、目。目もちゃんと元に戻してあげよう。バイキンマンの顔が元に戻ったよ。そしてもう一つの面にはこんな感じで形合わせができる遊びがあるんだよ。これはおむすびマン。アンパンマンは丸。それから食パンマン。食パンの形。それから、ドキンちゃんと、あとは、バイキンマンもいるんだよ。じゃあ、それぞれ、形を合わせて入れていってみようね。バイキンマンからいこうかな。バイキンマンどこかな？ここに入れたよ。そして、ドキンちゃん。ドキンちゃんはどこだ？ここだ。右上が、ちょっと開いている穴があったよ。そして三角。三角はどれかな？ここには入らない。三角はここだね。そして、食パンマン。食パンの形はどこかな？そう、ここだね。で、最後、丸。丸はどこかな？そう、ここだよ。アンパンマンの木のおもちゃ、楽しかったかな？チャンネル登録して、次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは、説明欄を見てね。